はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今日のファナムチャンネルは、ドラマの王女ピョンガン、月が浮かぶ川にもありますように、ピョンガン姫とそして、間抜けなオンダルについての話を解説をしていきたいと思います。今日はこのストーリーと同時に、背景となっている、この史実やそれからこの文献などを利用しながら、もう少し幅を広くして皆様にご紹介をしていきたいと思います。この間抜けなオンドルとピョンガン姫の話は韓国ではもう知らない人がいないくらい、まあ小さい頃から本で読み、そして聞かされている内容です。まあ、日本人が浦島太郎や桃太郎を知らない人がいないように、この韓国でも知らない人がいないと言われるくらい有名な話となります。まあ、オンダルコンプレックスなどという話があります。まあ、この内容は、これ姫がこのオンダルを出世させるというような内容なんですけども、まあ、こういったことを望んでいる、まあ、そういった男性が多いということも知ることができると思います。そこでですね、まあ、今日は後でこの話についての概要をお話しますけども、この当時の背景と同時にですね、そしてこの内容が実際に可能であったのかどうか、つまりこの高句麗の社会においては厳しい身分制度があったんですけども、このオンダルが卑しい身分であったにもかかわらず、将軍、高句麗の指揮官、将軍にまで出世することができた、そういった背景は何だったのかについてですね、それからもう一つ、このオンダルとそしてピョンガン姫のこの物語を通して韓国のならではのその文化について触れることができる、こういった内容をお話をしていきたいと思います。そしてこの、結局はオンダルが死んでしまうんですけども、その死んだ後に棺が動くというような話が残っています。これはどうしてそうなったのかについてもお話を進めていきたいと思います。まずこの当時の背景なんですけども、高句麗の6世紀というですね、とてもこの高句麗においては危機的な、そして国の存亡をかけた、そういった時期でもありました。それと同時に、この内部分裂、要するにこの王が権力が徐々に弱まって、旧勢力がどん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 その拡大していく中で、新しい勢力をこの登用していくというような時期になっています。そして、北からこの北州が攻めてくるというようなその時期と同時に、この新羅、南からはですね、新羅がこの高句麗の本来の土地であったところを占領してしまうというようなところになります。本来ならば高解堂王やですね、チャンス王という4世紀5世紀に活躍した王によって領土がこの拡大していったんですけども、それが新羅によって奪われてしまうというようなところで、それをまた奪い返していこうというようなところがこの時代背景となっています。こういったこの中において、この高句麗の内部においても様々な試練を迎えるというところになってきます。王が殺されたりとかですね、たくさんの貴族が殺されたり、そういったその背景の中に生まれたのがこの物語となっています。それではこのオンダル、そしてピョンガン姫についての話を読んでいきたいと思います。ピョンガン王ですね、ピョンガン王が25代王の王様なんですけども、在位が559年から590年の間です。ピョンガン王には王女ピョンガン姫という娘がいました。まだ幼く、そしてよく大声で泣く姫でした。その声は町中にまで聞こえるほどであったといいます。そんなピョンガン姫に困った王様は、いつまでも泣いていたら間抜けなオンダルの嫁に嫁がせるよと脅したんです。オンダルというものは町中で間抜けなオンダルと噂されるほど貧しくて、身なりもみすぼらしく、
身分の低い男でした。誰もが間抜けな女といえば分かるほど知れ渡っていたのです。いつも人がいない山を歩きながら病気がちな母親を面倒見るために食べ物を探し回っているのです。そんな女に嫁に行かせるといえば泣き止むと思ったのですが、それでも娘は泣き止まないのです。姫は16歳になりました。いよいよ嫁に行く年になりました。王様は彼女に高貴な貴族の、皇子に嫁がせたいと思っていました。しかし姫はそれを聞いてこう言いました。どうして国の王様が嘘を言うのですか。父は幼い頃オンダルに嫁がせると言ったのではないですか。私は公子などには行きません。父上がおっしゃったようにオンダルの家に行きます。それを聞いた王様はびっくりし、そして怒りが抑えられずに娘を追い出してしまったのです。もう私の娘でも何でもない、勝手にしろと怒ったのですね。ピョンガン姫は王様の言う通り宮中から飛び出しました。王妃も涙を流し娘を送るのです。そんな時に何かのためだと頭を働かせて、そっと見つからないように宝石をいくつか持ち去っていくのです。さて町に出たピョンガン姫は自分が思っていた町の様子とはかなり異なっているのです。そしてそんな町を歩いている人に尋ねます。オンダルの住んでいるところに行きたいのですが、もしかして知っていますか。尋ねられた人はびっくり、こんな綺麗な立派な女性がオンダルを探すとは。それでもやっとのことで聞き出した姫は山をいくつも越えてついにオンダルの家に着きます。しかしオンダルの家には年を取り弱った母だけが一人寂しく住んでいました。オンダルの母は姫に、こんなところに出向いて誰かに騙されたんでしょう、早くお帰りなさい、あなたのような綺麗な高貴な方はこんなところに来てはいけないと追い返そうとするのです。母はオンダルが木の皮を取りに行ったということを聞いて、すぐにピョンガン姫は探しに行ってしまいました。山道を歩いていると向こうから木の皮を背に担いで歩いてくるオンダルが近寄ってきます。あなたがオンダルですね、あなたに会いに来ましたと姫が言うと、オンダルはおかしいと思い、こんなところに女性が来るはずがない、きっと化け物だ、行ってしまえと言って逃げ出してしまいました。再度姫はオンダルの家に着いたのですが、中には入れてもらえず門の外で一晩過ごしました。朝もう一度オンダルと結婚したいと告げると、母は、子供は身分が低い、ここは尊いお方の来るところではないし大変苦労するでしょうとたしなめます。すると姫は、どんな困難があっても夫婦二人で力を合わせればできないことはありませんと言ったのです。その言葉を聞いたオンダルの母とオンダルは感心して姫を嫁に迎えたのです。結婚の後密かに持ってきた宝石で家を建て、畑を買い、家具などを揃えて母親を面倒見ながら夫婦仲良く暮らしていました。そんなある日、オンダルが馬を飼うと言ったのです。姫は高い馬よりは安くて病気がちな宮中から追い出された馬を選びなさいと告げました。それは宮中で育った馬は特別な馬であることを姫は幼い頃から知っていたからです。そしてその買ってきた馬を姫は誠意を込めて育てました。さらにオンダルに武芸、馬術、そして教養を身につけさせました。オンダルはもう間抜けなオンダルではなくなりました。立派に成長し、誰も間抜けと呼ばなくなりました。3月3日はイノシシや鹿を捕らえて祭祀を行う特別な国を挙げての祝祭の日でした。そこには王様も観覧に来ます。そしてオンダルはその狩りの競技に参加することになりました。なんとオンダルはその競技で最も多く獲物を捕らえることができたのです。それを見た王様は彼に近寄って、素晴らしい腕の持ち主だね、
名前を何と言いますかと尋ねると、彼はボンダルと申しますと告げるのです。王様や側近はそれを聞いて大変驚きました。あの姫が嫁に行った間抜けのボンダルだったからです。そんな時、中国軍が両島の地域に軍隊を送ってきたという知らせが入ります。真っ先にボンダルは先頭に立って勇敢に戦いました。北州の軍に押されていた戦況の中、勇敢なボンダルの姿に魅了されて勇気づけられ、高句麗軍は巻き返すのでした。それによってボンダルは王様から平安姫の婿として正式に認められるのです。さらに勲章をもらい、将軍まで出世するのでした。平安王が亡くなり、次の王様ヤンワン王の時に白木から奪われた土地を奪い返すという指令が出ました。またもやボンダル将軍は先頭に立って勇敢に戦ったのですが、アンダン村アンダン城という城で敵の矢に当たって死んでしまいます。彼を弔うために棺に入れて葬式を行おうとするのですが、あるところで棺は動きません。その時平安姫は駆けつけて、その棺に触って泣き崩れます。これも天の御心でしょう。あなたは立派に戦いました。もう心安らかに眠ってくださいと言いました。するともう一度その棺は動き出し、無事に葬式を行うことができたという内容です。まあこのですね、内容をまず総括すると、この平安姫が高貴な姫であったにもかかわらず、貧しいそのボンダルの家に嫁いで、そして出世させていくというようなところですけども、私が韓国に住んでいて思ったことは、やはり2つのこの理想像というものがあります。一つは親孝行して、そして親に大切にしていくというような理想像、そしてもう一つが良妻賢母です。私がある同僚に、あなたの夢、あなたの理想は何ですかと尋ねたら、その大学の先生ですけども、私はですね、その大学の先生が立派な教授になるというふうに答えるかなと思ったんですけども、彼女は、私は良妻賢母、韓国では賢母良妻とちょっと反対なんですけども、ホムヤンチョというんですけども、良妻賢母というふうにして答えたので、私はびっくりしました。そのぐらい韓国の女性の中では、こういった良妻賢母についてとても理想としている考え方があると思います。それはやはり小さい頃からこういった童話や、そして昔話に触れているというところがあると思います。で、この先ほど私が話した中に、このオンダルソンという、オンダルサンソンというですね、城があるんですけども、ここで戦死したんですね。ここは、タニャンというところなんですけども、中西北道のタニャンなんですけども、ここで、戦争が行われたということで、今もこの山村城があるんですね。ぜひ皆さんも、時間がありましたら、行って、そして見学するのもいいかと思います。さて、このタニャンにはですね、たくさんのオンダルに関する、遺跡というものが発掘されています。その中でもこのお墓ですね、高句麗のお墓は、この北朝鮮にもたくさんまだ残っているんですけども、こういった石をたくさんですね、積みながら、そして、建物のようにして作っていく、これを石積塚というですね、韓国で直足チョンというんですけども、石を積みながら、そして塚を作っていくというですね、そういった石のお墓なんですけども、このオンダルのですね、お墓が最近見つかったということで、長さが22メートルですね、そして高さが10メートルという高さなんですけども、その上にですね、なんとこの、瓦が見つかったというんですね。ですから、何か家のようなものがあったということなんですけども、これは位牌ですね、位牌というものがこの上にあったということが、まず調査で分かっているわけですね。そういったところから見ると、このボンダルがどれほど大きな、その権力を、持っていたかということが、分かるわけです。しかしながら、先ほど私が提示したこの身分が低い
彼がですね、こういった出世ができるかどうかということなんですけども、まあ、この当時6世紀なんですけども、まあ、大きな高句麗の力がですねどんどん弱まっていったと、その背景に内部分裂があったというんですね。そして、この安蔵王、二代王のですね、安蔵王の時に、まあ、この王様が殺されたりとかですね、次の23代王の時に、まあ、たくさんの貴族が内部のこの分裂によってですね、殺されたりとかですね、まあ、そういった背景の中にあって、まあ、旧勢力の貴族が力を、まあ、牛耳っていたわけですね。ですからそれを新しく何か刷新しないといけないと、新興勢力を、まあ、使わないといけないというところで、このオンダルが、まあ、一目を浴びたということです。で、彼は武芸に秀でていたということです。まあ、先ほどの物語もありましたけども、ピョンガン姫がですね、この武芸を教えたという内容もありましたけども、まあ、武芸に優れていたということと、まあ、それからやはりこの戦争でですね、貢献したというようなところにあって、まあ、彼はそういったこの出世する背景があったというふうになっているわけです。まあ、棺が動いたというような話なんですけども、まあ、これは何を意味するかと、いろんなことがあるんですけども、一つはピョンガン姫との愛の力によって、まあ、この棺が動いたというところもあるんですけども、まあ、彼が死んだとしても新羅に奪われたその土地をですね、なんとか奪い返すという、まあ、そういった意思がこの棺が動いたというところに現れているんだというような解釈をしているところもあります。まあ、この6世紀において、高句麗においてはですね、まあ、北からの侵入、そして南においては新羅、まあ、ハンガンという今ソウルにもありますけども、まあ、そこまで新羅がこの占領していったというところを考えると、高句麗は何としてでもこの北の侵入を抑えて、そして南においてはこの新羅に奪われた土地を奪還しなければならないというところで、まあ、武勇伝ですけども、まあ、そういったものがとても大きくもてはやされて今まで伝わっているというところになると思います。まあ、この内容は三国志記の列伝というところに載っているんですけども、まあ、こういった内容を通してまたドラマやそしていろんなストーリーに理解を深めることができるかというふうに思われます。今日はこの間抜けなオンダルとピョンガン姫についてお話をいたしました。ファナンチャンネルではこのように韓国の歴史そして文化などを解説したり、そして歴史的な史跡を皆様に動画を配信しております。今後ともチャンネル登録をして、そして一緒に勉強して学んでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。